名古屋市図書館名古屋市東図書館、カルポート東名古屋市東図書館は、愛知県名古屋市東区大幸い南のカルポート、東に入居する名古屋市図書館の文館である。2016年度の蔵書数は10万9319冊、貸出数は67万3571冊である。図書を10万9319冊、新聞を29詩、 雑誌を192紙、市長各資料を2504点所蔵している。1965年7月1日、青井公園内において名古屋市東図書館として開館した。この場所には木造の放射文庫事務室及び閲覧室が建てられていたが、これらを取り壊した上で、鉄筋2階建ての建物が新築された。開館当初の館内2階には、 放射文庫所像の貴重な資料を展示する放射文庫展示室が設置された。2001年10月26日、カルポート東に入居する形で新築移転を果たした。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。名古屋市内の図書館はテーマに沿ったテーマがあり、当館には、 スポーツ資料コーナー、英語を楽しむコーナー、歴史を知るコーナーがある。スポーツ資料コーナーは、野球、バスケットボール、マラソンの資料が多く提示され、歴史を知るコーナーには徳川園内に当館があった、関係で、交差文庫、菩提寺であった、県中寺等の資料が多く掲示されている。ありがとうございます。